中島昇春2月11日から2011年9月中旬は日本の会社役員で北海道旅客鉄道の元代表取締役社長。北海道旭川市の旭川鉄道管理局職員の家に生まれる。1969年に東京大学経済学部を卒業し日本国有鉄道に入職した。同期は20人の中には 石原進や小池昭夫がいた。入社後は、営業職を中心に勤務。1987年の国鉄分割民営化により、JR 北海道に転籍、同社の鉄道事業本部営業部長を経て、1994年に取締役、1998年常務、取締役旅行本部長、2003年6月に代表取締役専務鉄道事業本部、 営業推進本部長2007年6月に代表取締役社長に就任2011年9月12日遺書を残し同日朝から行方不明であることを JR 北海道が発表午後には石狩市内の海岸で本人の自家用車が発見される同年9月18日早朝釣り人が 北海道小樽市、小玉井海岸の沖合約一キロの海上で遺体を発見し、小樽海上保安部の巡視艇が収容した。北海道警の検視の結果、指紋などから遺体が本人であると確認された。その後、遺書のうち社員が手のものが公表された。そこには自殺の動機について直接的な表現はなかったが、当時社内で発覚した36協定違反の謝罪や、 同年5月に発生した赤昌線特急列車脱線火災事故に触れた上で安全意識の向上を社員に促すといった文面が綴られていた。中島の市の直前において JR 北海道と労組との間で合意文書が締結されようとしていたが、この文書の内容には労組側に有利な現場競技制度の復活に相当する労使関係の再確立も含まれており、 それまで組合を敵視していた中島や島田お村経営陣が進めてきた方策が白紙に戻されるものであった。中島の自死は合意書へのサインによって自らの労政改革が否定され JR 北海道の労使関係が旧国鉄時代にまで遡ることを悩んだ末のものであったとも言われる。なお JR 北海道相談役であった坂本新一は中島の死と 組合問題の関連を否定していたが、3年後の2014年に自殺している。国鉄旅客局営業課時代には商品造成を研究する若手職員中心グループのリーダーをしていた。このグループの議論でフルムーン夫婦グリーンパス、ナイスミディパスが発案された。ありがとうございます。